サンパウロ美術館はブラジルのサンパウロにある南半球屈指の美術館である。サンパウロ美術館は中世から現代に至る各時代の西洋美術の名品を数多く収蔵している。アメリカ合衆国及びヨーロッパの美術館以外でこれほど質が高くまとまった西洋美術のコレクションを持つ美術館は他になく、そのために奇跡の美術館と称されている。 1947年に設立されたこの美術館は正式名称をムセウであるテデ・サンパウロ・アシス・シャトー・ブリアンという。アシス・シャトー・ブリアンはブラジルの新聞王と呼ばれた実業家で彼の美術コレクションは第二次世界大戦前後のごく短い期間に集中的に形成された。ヨーロッパでは戦前の不況や戦後の混乱の時代に 美術品を手放すコレクターが多かったため、短期間に一流の作品を多く集めることができたと言われている。収蔵作品は、中世からルネッサンス、バロック、ロココ、印象派、現代まで、地域的には、イタリア、フランス、オランダ、フランドル、スペイン、イギリスなど、各時代各地域の美術史が一通りたどれるような質、量のものが集められている。 現在の建物は1969年に完成したもので4本の柱によって支えられる高床式建築である。展示室は柱や仕切り壁のない広大な空間で作品は壁にかけるのではなく強化ガラスに入れて展示されている。ありがとうございます。